正直パリーグで一番強いと思ったチームどこや。俺は日ハムや、トラやガロッテさんやな。ハムやな、オリックスとロッテはそこまで脅威に感じひんかったで。オリがあんな打線強いなんて。ソフバンなモイネロ無理やろ。西武はいろいろあった割には健闘したんちゃう。相手よりもとにかくうちが弱いなと思いました。ちなみに強いというか勢いを感じたのはハムかな。どうしようもねえなって思ったのはソフトバンク。どうにかなりそうだったのにならんかったのが日ハム。堅実に強いと感じたのはソフバンかな。勢いを感じたのは日ハム。去年よりだいぶ投手ダメそうやったけど、トンブーとかいうのやばすぎやろ。顔と名前のかっこいい外野守れない吉田やんけ。新さん、日ハム流れを簡単にひっくり返しそうな勢いがあって、数字以上に打線が怖かった。ソフトバンクにはボロ負けしたけど、得意パターンに持ってかれたって感じたんだよな。いい打線ならもっと打たれたし、先発がいたら先発の競り合いで勝ってたかも。